ロサンゼルス軍都市圏交通局 P3010 軽電車は2016年に営業運転を開始したロサンゼルス軍都市圏交通局の LRT 車両である。アンサルド・ブレーダはゴールドラインの東側延伸に伴い2006年から2011年までに P2550 型を50両調達した。車両の配達は予定より約3年遅れたため当初発注した。 車両数よりも多く導入しないこととした。しかし、遠心開業や日本車両制、P865 系の置き換えなど、今後も車両導入の必要性があるとされた。ロサンゼルス軍都市県交通局は、2012年4月30日に、近畿車両と車両導入の契約を締結し、試運転のために2014年に最初の車両が納入された。これまでに、 計235両が製造され、総額は89億ドルとなる。当初、構え体は日本で製造し、内装、偽装、台車組み立てはアメリカで行われていたが、カリフォルニア・シューパームデール市に近畿車両の工場が完成して、以降はすべての製造工程を同工場にて行われている。2018年現在、エクスポライン、ブルーライン、グリーンライン、 ゴールドラインで運行されている。車両は高床式で1両あたりに車体3台車の連接車となっている。車体はステンレス構成で床下にカバーが付けられている。ドアは引き戸式で平肘にドアチャイムが鳴る。制御装置は2レベルイグブと VVVF インバータ制御で 1C2M 制御である。主電動機は 自己通風式のカゴ形参照誘導電動機を採用している。駆動方式は二段原則の WN 駆動方式を採用し、主電動機からの動力は WN 継ぎて歯車を介して伝達される。走行機器や高速度遮断機、発電ブレーキ用抵抗機などは東洋電気製造性である。ありがとうございます。